お疲れちゃんです。ラットです。ってことで、ね、今日もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、こちらね、サバカなんですけど、7000ね、到達しました。というわけで、まあ、そうですね、こちらのね、スケルトンラッシュデッキを使ってね、ここまで、はい、来ました。というわけで、リップ見るのと、まあ、マルチもね、生マルチやりたいかなと思います。というわけで、まあ、このスキラデッキなんですけども、ですね、まあ、環境ね、まあ、ウォールブレイカーだったり、ネクロだったりっていつも言ってるんですけど、どの動画でも。まあ、その強いネクロがあって、あとはその強いネクロ、ウォールブレイカーを対策したバルキリーが入ってるっていう感じで、まあね、結構バランスが取れたデッキだと思います。枯渇とかバルーン、ラバとか、まあ、言ったらね、どの空にはきつい。空、なんか陸に強かったら空にきはきつかったり、なんか逆に空に強いデッキはちょっと陸がね、きつかったりっていうのがあるんですけど、このデッキは結構ね、バランス型で結構何にでも立ち回る、デッキだなと思うんでね、ぜひね、皆さんこちら使ってみてもらいたいんですけども、まあ、リプレイ、まず1本だけ見てって感じかな。結構ね、多いんですよ。エリゴレが。こんな感じで。エリゴレ、ジャイ、ラバーとか、まあ、ダクネネクロばっかですね。ダクネネクロ。なんで、ポヨって多いんですけど、あ、この辺はあれだ。なんか、遊んでましたね。遊んでたというか、12勝を、グレツェル12勝を全部違うデッキでやってみたみたいなね。ちょっと休憩があったりね、休憩でそのグレツェルで遊ぶっていうのをね、ちょっとやってたんですけど、10勝ぐらいで終わっちゃいましたね。ちょっと、はい。というわけで、ですね、相手が、まあね、流行りのね、エリゴレですね。なんかグラチャレとかやる方だと思う、やる方だとね、わかるかもしれないんですけど、エリゴレめっちゃくちゃいるんですよ。まあ、クラチャレだとどうだろう。クラチャレでも少しいるかもしれないんですけど。なんで、そういうエリゴレに困ってる方にね、ぜひ、見ていただきたいと思います。というわけで、まあね、オーブンに対して、しょっぱなオーブン置けばよかったんですけど、なんかオーブン置かれて、ちょっとね、若干の戸惑いがあって、僕はね、アイゴレで受けつつ、ポイズンで溶かした感じで、もうしょっぱなから相手、ギャンギャン来ますね、これ。もうエリゴレ兵、がね、もう強い。で、そのメガナイトも強いんですよ。エリゴレで攻めて、カウンターをメガナイトで踏んで、そのままカウンターにもなるし、もう一回エリゴレ置けるみたいなね。このデッキのね、やっぱパワーがありますね。なんですけど、しっかりね、オーブンで真ん中に寄せてあげて、端っこにネクロ置いてあげて、っていうね、オーブンとネクロのこの両サイドでね、しっかり防衛して、カウンターっていうね、こんな感じでできると、いい感じにね、刺さるんじゃないかと思います。私、ここのネクロがでかいんですよ。一発300あるんで、もうネクロ入れ、お願い、スケにタゲ取って、スケタゲ取って、ネクロ延々殴るっていうのずっと、まあ、願ってますね。とりあえずオーブン置いて、まあ、待ちですね。で、ここね、多分センスクソなかったんですね、これ。なんか、ああ、オーブン、ファイスピ入るし、ね、相手の、なんだろう、オーブンただ殴っただけっていう、今とかにオーブンしたりね、ちょっともうワンテンポさっき早く打ったりすると、もうちょいね、良かったんですけど、クソセンスなかったですね。たまにめっちゃセンスいいプレイするけど、たまに今みたいにね、ちょっと全然なこともしますね。で、ここは、バルキリーで受けなかったのは、バルキリーで受けて、そのままスケラ打っても、結局メガナイトで踏まれていく、そう、カウンター受けちゃうんで、ここはね、無理にね、一回攻めずに、後ろからね、組み立てていきます。で、相手ここやリゴレ被せてくると思ったんで、ポイズン打ったんですけど、相手一回置いてきましたね。なんで、まあ、ここは普通に一回、まあ、受けからですね。一回受けて、右側スケラはもう打たないかな。一回、そうです。一回防衛からで、この真ん中オーブンで左端っこにネクロ出すんですけど、結局ね、ポイズン打たれるよねっていう話なんですよ。なんで、ここのネクロは、アイゴレで延命した方が良かったけど、もう1回目は捨てっていうのをね、僕の中で多分思ってましたね。で、ここのね、もうポイズン打った後なんで、ここ2周目ネクロがね、前段きついよねっていう感じですね。で、ここしっかり受けつつ、ベビの範囲攻撃にね、メガゴ焼かれないように、ちょっといい感じに出して、スケラ。で、ここポイズンで、まあ、オーブンと気持ち巻き込んでるけど、まあそんな意味ねえか。で、ネクロはね、正直バルキリーで、消せるんですけど、ダクネがね、やっぱ厄介なんです。ダクネがもうね、嫌いすぎて、なぜか、ね、死んだ後のコウモリ増えたし、みたいな。謎でしたけどね、個人的には。アップではね。はい。まあでも、そのダクネはしっかりね、ネクロとかアイゴレで受けていきつつ、まあこんな感じですね。ポイズン打たれるんですけど、やっぱスケラですね。スケラデッキの、まあ、いい部分としては、やっぱ、相手はね、その防衛でもポイズン使いたいわけなんでね。
そう、攻めポイズンを使っちゃうと、このスケラがね、やっぱチクチク入っていくよねっていう。まあ、ちまちましてるんですけどね、戦術的には、スパーキーみたいな一発後はバーンとかロマンとかゴールでね、一回こう、しっかり課題作って、こう、奇跡のね、逆転っていうのがね、あんまないんでね、スケラポイズンっていうのは。結構、地味なね、デッキなんですけど、これね、なんかもう、ちまちまこう、ダメージ与えるのがね、好きな方とか、ぜひね、いいです意外と。あと安定してるんでね、こう常に守って確実にダメージを入れてというところで、ここはもう一回後ろからユニット下げていきつつで、ここのネクロがね微妙に残ってて、ネクロって火力めっちゃ高いんですよ今。だからネクロがこうちょっと残ってるだけで、この間にねめっちゃユニットを溶かしてくれるんでね、今バルキリーでね微妙に延命したりをしました。はい、なんでミリ残りのネクロとかちょっとね残ってるだけで、そう自分のね自分の気持ち、相手がミリ残りネクロをこう流ら、相手側からね、こうミリ残りネクロが流れてきたね、時のことを、その、思ってもらえれば分かると思うんですけども、くっそ厄介なんですね、ミリ残りネクロ。これいるだけでも、タワー1個折られたりとかもね、まあ、全然あるんで、というわけで、ここ最後ね、まあ回して終わりかな。はい、という感じで、まあオーブンしっかり真ん中に置いて、まあどんなユニットもですね、ホグとかジャイとか、あ、これはまあコミュニケーションですね。はい。なんで、オーブンしっかり真ん中に置いて、ジャイとかもですね、防衛しつつ、しっかり端っこにね、まあ、もしスペルが来たとしても、たまたまね、まあ、相手がファイブであったりとかした場合も、さすがにネクロ真ん中に置いちゃうと、オーブンとネクロにファイブバーンされちゃうんで、しっかり横に置いてね、もし相手がファイブだった時には巻き込まれないようにね、はい。っていうので、外に出してましたね。まあ、相手がポイズンでも運よくね、外れることがあるので。というわけで、まあ、マルチ行きつつ、かな、はい。一戦か。まあ、マッチング長いしね。一戦でもいいかな。という感じです。で、今ね、エアコン止まってるんですよ、家。だから、めっちゃくちゃ暑いんですよね。そう、冬じゃないですか、今。冬、じゃん冬だけど、家の中結構あったかいんですよね。あったかいから、普通に半袖でいるし、まあ、長袖でいることもあるけど、結構半袖でいるし、半袖でいてもエアコンが止まってると暑いっていう。ちょっとね、26度、5度ぐらいでね、冷房あった方がいいぐらいかなっていうのはね、ちょっとありますね。なんで今、なんかね、冷房が止まるんですよ、よく。なんで今、めちゃくちゃ暑いですね。まあ、冬、来ましたけど、冬かって感じですね。まあ、僕、まあ、冬別にそんな嫌いじゃないですけど、結局家から出ないんでね。結局、家でずっと、まあ、漫画読むか、テレビ見るか、まあ、YouTube 見るか、ゲームするかとか、じゃないですか、基本的に。まあ、学生は学校あるか。学校、いや、くっそだるいっすね。懐かしいっすね、なんかもう。学校かって感じですね。高校の時とか、僕、電車通だったんですけど、電車で通って、駅から学校までチャリだったんですけど、チャリね、漕いでる時に、男子はわかると思うんですけど、足首の辺?長ズボンじゃないですか、男子って。男子って長ズボン、足首の辺なんですけど、チャリ漕いでると、その、足首かな?あれ?そう、わかります?あそこがちょっと出るんですよ。そのチャリ漕いでると。それで、冷たい風が当たって、辛いっていうのを僕、思ってました。なんで、チャリ漕ぐときだけは、ちょっとズボン下げて、ね、足寒くなんないようにみたいな工夫してた時もありましたけど。まあ、冬かって感じですね。別に雪とかも、なんかね、雪、東京とかたまに降って、わーってなるけど、そんなですね、なんか岡山行ったときに、はい、マッチングしましたね。アンリーチブルー雪っていうものをね、もう雪がちょっと降るだけで興奮してましたけど、みんな、ああ、雪ね、みたいな感じで、ちょっとね、雪に対し失礼ですね。雪降ったらめっちゃレアとかだったのに。ああ、これ多分ね、ロイファルチェ・バルキリーのポイズン。いや、違う。あ、ホグだ。なんかね、バルキリーホグのね、マスケだったと思うんですよ。ケツマス?いや、違う。全然違う。アイゴレ・コウモリ、アイスピ?おー。これネクロで勝てないかな ?OK? ん?やばい。あ、危ねえ。OKOK。ちょっと集中していきますよ。タルファマネクロ。コウモリ。あ、バルーンか。バルーンっぽいな。はい、バルーンでしたね。これちょっとチャッチャランボを溶かして、オーブンを残したいけど。
わ、いい雪玉それは。いい雪玉それは。メカゴ、いてー。くっそ。今のはね、ちょっとうまかったですね、雪玉が。まあでも、相手は多分スペルがね、大型スペルがないと思うので、一発、気合がたり。大型スペルがないと思うので、まあ全然守れますね。まああってディガーだけど、ディガーあったらさすがに厄介ですね。まあないか。で、コウモリを抑えてくれるとスケラ打ちやすいんですけど、まあどうだろうね。これタルババか、それで。タルババいきますよ、これ。延命します。よいしょ。いや、めっちゃ厄介じゃん。めっちゃ戦ってくるんだけど、上で。やばっ！めっちゃ戦ってくるじゃん。そんなに？そんな戦ってくるっていうぐらい戦ってきますね。これやだ。一発も受けたくない。まあまあまあ、オーブン高め置いて、こう高め置いたら、ここのメーカーでね、ルート強制できるんですよ。これマジ。これ。これ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 、皆さん、これ覚えてた方がいいですよ、マジ。人生これ得しかないですよ、これ覚えてるだけで。でも、これめっちゃ低めのネクロかな。お、マジ？めっちゃ戦ってくるじゃん、ネクロ対決。ネクロ延命対決、この人勝つ自信しかないよ、マジ。で、タルユキでしょ、絶対。マジ。やば。延命大好きじゃん。で、雪玉でしょ？ OK。一個上に置いて、一個上に置いて、あ、これダメだ。コウモリだけでスケル防衛される。やだ。あ、バレてる。俺がメガコでルート強制するのバレてる。これやばい。あ、でも OK。これは一発。おい、危ねえ。あ、スケラー入ってるけどな。そんなだな。これ、両サイ削られますからね。あの、一個高めのオーブンです。一個高めのオーブンで、あの、メガコね、バルーンのその、外側外側にこう出してあげるとルート強制できるね。それ、あの、ベビードラとかでもできます。コウモリでもできます。オーブンなんで施設1個上じゃないといけないんですよ、でも。よいしょ。あ、待って、やばい。あ、待って。おー、最悪だ、最悪だ。終わった。あはー、マジでちょーい。いや、耐える。ワンチャン耐える。危ない。ワンチャンある、これ。奇跡ある。奇跡あるかな。うわ、たっけー。ネクロインチがめっちゃ高け。奇跡の。奇跡の延命。あー、勝てないか。これまあ、バルキリーで、あれをカルトして。ルート強制できないの？オッケー。はい、一回下げて、コウモリがね、やっぱ厄介なんですよ。オッケーオッケー。いや、これ全然あるよ。これオーブンが回ってない。やばい。今ここ、なんかね、ランバムルンされてやばい。散る。やばい。うわ、フェイクかよ。マジ？それはうまくない？この状況でフェイクうまいけど、でも、俺はワンチャン使います。これどっかにこう、え、これあるくない？マジで。これさ、え、これマジある？マジある？マジある？お願い。奇跡起きて。これいっぱい好き分け。たまたまいっぱい分け。うわ。いや、全然ある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 。あ、コウモリで押してきてんだな、ルート強制を。よいしょ。OK。来た。え、マジであるよ、マジで。これマジ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 。え？これ勝ったらすごくない？これ結構ガチ。勝手にテンション上がってんだけど、ワイ。マジであるよね。いや、頑張れ。頑張れ。タルババか？ネクロか。やばい、やばい。待って、勝ちたい。さすがに勝ちたいワイも。普通に勝ちたい。ただいま無言です。集中しております。ラッツ選手。え、来た！これコウモリが嫌なんですよ。この僕のデッキ、あのスケラ打つのに。コウモリいないと、これスケラがね、来た！ポイズン圏内。しゃあ！アイムミン！イエーイ！危ねえ！これ絶対みんな負けたと思ったでしょ。俺も思ったもんだって。絶対負けたと思った。やば！汗が止まらん。やば！いやー。完璧でしたね、今の。マジで。正直負けたと思いましたけど。え、マジで。これ見てください、リプレイ。これ大事っすよ。あの、オーブンを1個上に置いて、てか置いておくと、逆サイからとかね、まあ同サイ、まあ多分逆サイ来るんですけど、逆サイバルーンを、あの、メガコをね、あの位置にこう、ポッて出すとね、バルーンがこう、施設に行くようにね、誘導。
もうね、無理やりですね。無理やりこう誘導できるんでね。まあまあまあ、オーブン高め置いて、こう高め置いたら、ここのメーカーでね、ルート矯正できるんですよ。これマジ。これ。これ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 、皆さんこれ覚えておいた方がいいですよ、マジ。参考してみてください。これするだけでバルにね、勝てるようになります。ということで、もうこんな感じでね、一戦しかやってないんだけど、まあ一戦にしてはね、もう濃すぎる試合だったんじゃないかなと思います。なんでぜひね、こちら、参考にというわけでデッキもね、使ってみてください。では、まあ次何の動画にしようかな。まあ、ラットワークのマルチでもいいし、まあまたね、なんかデッキ紹介するんで、ぜひぜひ、よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、皆さん冬始まったんでね、まあ冬来たんで、マフラーね、僕的すごいマフラーおすすめです、これ。マフラー、なんか雰囲気ね、このファッションとしてもいいし、しかもあったかい。ぜひね、マフラー買ってください。では、お疲れ様でした。